から寿司で腹パンでございます。ちょっと締めのうどんを食べたいところですが、腹パンなのでちょっと周辺をお散歩してお腹を減らしたいと思います。今回は、天王寺新間宮ということで、ホームグラウンドである新世界新間宮の方をちょっと中心に、行ってみましたけども、相変わらずいい店で、ちょっと2軒目のだるま屋さんでちょっと長居しちゃいましたが、非常に今回も有意義なせんべろの旅になったかと思います。はい、で、またちょっと次回いつになるかわからないですけども、また次回もルーレット形式で、環状線沿線の旅、やってみたいなと思います。はい、それでは、バスの時間がまだもうちょっとありますんで、バスの時間までちょっとゆっくりのんびりして、今日は終了したいと思います。はい、ご視聴いただきありがとう。
ございました。